文字堅次郎9月22日、68歳は、日本の外交官、外務省広報文化交流部長を経て、中カナダ特命全権大使。2015年10月29日、ガードナー国際賞受賞式にて、ガードナー財団理事長、ジョン・ダークス、東京工業大学栄誉教授大隅義則、ガードナー財団議長ローン・ティレルと福岡県、北九州市生まれ、 1975年東京大学法学部を卒業し、外務省入省。フランス語研修在外では在オーストラリア日本大使館、在ベルギー日本,ギ日本大使館、在イギリス日本大使館、欧州連合日本政府代表部などに勤務。本省では、条約局国際協定課長、総合外交政策局安全保障政策課長、2003年より、 外務省条約局審議官。防衛庁防衛参事官を経て、2007年3月から、中イラク特命全権大使。2008年7月より、外務省大臣官房広報文化交流部長。2010年8月から、中カタール特命全権大使。2013年9月から、ユネスコ日本政府代表部特命全権大使。2015年2月17日中カナダ。 特命全権大使権、国際民間航空機関日本政府代表部、特命全権大使。2018年3月1日、カタールブリッジジャパン顧問。日本酒を広める活動をしており、1996年から日本酒輸出協会顧問、2008年日本、酒造青年協議会第3回、酒侍助人。息子の文字剣吾は、週刊少年ジャンプの編集者。 ありがとうございます。